まず勝負会の練習体系であるピアンの方から紹介いたしましょう。この方は糸須先生が武術的な空手から体育的な空手として組み直し、老若男女誰でもできる空手道ということで草案されたものです。平和で安らかという名前の通り、受けで始まり受けで終わる型で、手裏剣空手の基本型として最も普及している型です。反撃の型、反撃とは型の中に含まれている技を実際に型の表面に出すことであり、受けたら反撃を出しております。型の四方分解とは、型の目的の一つとして足さばき、体さばき等がありますが、型の中では実践的でないものもありますので、それを実践向きに表現し、四方の敵に対するさばきを稽古する方法であり、一人で数名が囲んで組み手を行うものが四方分解です。次に組手型とは、型の中の代表的な技を抜き出して組手方式にしたものであり、二人で組んで行うものです。次は松村のパッサイです。この方は手裏剣空手の父と言われる松村竹永先生、部長とも呼びますが、竹永先生が得意としたものです。現在使われている十数種類のパッサイ、伐採の型の元となる型で、中国憲法の蛇剣、蛇の剣と書きます、蛇剣も各所に見られ、松村先生が中国で修行されたことが分かります。最後に親泊まりのパッサイという方です。この方は泊まり手の親泊まり先生が手裏手のパッサイを参考に独自に考案された方で、手刀打ちの方法とその後の受け技に特徴があります。